ちは野球 YouTuber のほこです。いや先日クーマルニー先輩がクーニー先輩がねこのね M 級対応のローリングスのエルボーガード検証をやってたんですが、あの動画がまさかの大炎上したんですよ。なんでかっていうとクーニーさん肘につけて M 級を130キロ受けるって言ったんですけど、まず球が130キロがない、あれは。しかも全球逃げて一回も肘で受けなかった。彼はチキン野郎です、チキン野郎。しかも試合には最後バットの芯のところに巻きつけてこれでバントし始めたんですよ。結果いいね200、バット600。そして僕のね向こうファンからねもう速攻タレコミがありまして、お向こうお前の出番だぞと、お前の出番だ、お前出てくると体を張ってくれというね要望が多々ありましたので、本日は僕が130キロこれでバリバリ受けたいと思います。それでは動画をご覧ください、よろしく。ピッチャーは立山投手、130キロ、ここに不可能という文字はね、よろしく。おお、これは怖い、マジでこれやばいかも。これ向こうさんやばいっすよ、本当に。じゃあね、これね、あのクーリーさんの気持ちわかる。今痛いって聞こえましたよ、向こうさん。大丈夫ですか？おい、ガッツがすごい。うわー、すげえ今の。骨の髄にきます。当たりどころが悪い。当たりどころが悪いわ。ちっちゃいやつ。手が締めれる。あと2球しかないから、あいか、ビビッとビビッとビビッと、ガチのガチのやつですね。うおー、いったクーニー見たか、これが野球一番向こうだ。震えてます、会いたくて震えてます。やばいやばいよこれ。大丈夫ですか？マジ痛いこれ。ちょっと待って、これちょっとだ、やばいやばい。いや、マジっすか？痛い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 。はい、ローリングスさん、これでみんな、あのね、あった方がいいです、ぶっちゃけ。ぶっちゃけあった方がいいです。ただね、やっぱりね、僕はね、生身の体で勝負したいんで、まあデッドボールが当たろうが気合でカバーするというね、あのそういう感じで今年もね軟式野球盛り上げていきますんで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。それではチャンネル登録、ツイッターの方よろしくお願いします。本日はアルタスター。